じゃあす。はい、じゃあす。じゃあす。2本目だよ、これ。引き続き。そうそう、引き続き。結構喋ったもんな、今。さっき喋って、あれ、30分くらい喋って。もうこれ2本目で、ちょっとちゃんとこのお仕事 の, あの大事な、現場上上がってみようかって話で。はい、ちょっと上上がって。これ何もう上塗りこれ。上塗りですよ。真っ白や。真っ白ですよ。汚れ目立つんじゃないこれ。いや、これは目立ちますね。ね、目立ちます。ああ、本当はこういうあんまり白いのはおすすめしないんだわ。年々って言って、あのお客さんはやっぱ白にしたいって言うんだけど、うん、まあ色が綺麗、色がね、もう本当ちょっと汚れついちゃうんだよね、やっぱ。水垢がね、そうそう。あまなるみたいなさ、車のボディと同じや。うん、お前本当綺麗だやっぱ仕事な。これ思うぞ、お前の現場で。ええなんだろう。綺麗っていうのは、うん、養生があってですか。養生もそうだし、はい。トイとかもさ、はい。あ、トイ。これ見るとさ、この下手くそが塗ると全然違うもんな。玄関出かけるわ。もう、まあ、これ許可は後で取るんで。じゃあこれ動画流れてるってことは OK だね。あの僕から許可取らないんですよ、普段。前もねこんな動画あったけど。あの営業の方からね、俺のお客さん会ったことがあるんで、結構ね今日も5件ぐらい回らなかったもんで、ね、そうそうそう、申し訳ないですけど。動画見てお客さん気分悪いと思うけど、お楽しみに。てか、とりあえずこいつの腕で。あ、わかりました。あ、来た。大井先生、何ですか。ほぼほぼ塗ってった。いや、一発目これ。いや、二発目だろ。二発目ですね。何塗ってんだけど。これフッ素ですね。あ、フッ素。フッ素。あ、マジ。いや、それどうじゃ。フッ素って何ですか。シリコンより高い。3倍、4倍。塗料感はもう本当、3倍、4倍ぐらいですよか。4倍ぐらいですよ。4倍は4倍はちょっと違うかな。3倍半ぐらい、4倍ぐらい。1本あたりがだいぶ高い。だって1本追加だともう会社合わんぐらいだ。へえ。今安いじゃん、お客さんともフッ素でもそんなねいい値段取れんもんで、昔は結構いい値段取れたんだわ。でうちも強かったしね、フッ素。でもフッ素自体がもう下がってるっていうか、どこも安く仕入れてる。一時期はさ、やっぱうちの物量があるもんで、うちだけフッ素を安く仕入れてったみたいな時もあったんだわ。あの時はやっぱ強かったけど、まあ、今このフッ素もあれだもんな、4本見とったら5本とかになったらもう合わんもんね、会社。まあまあ社長的には。そう、なるほどね。え、その普通の塗料とは違うんですね、じゃあ。もう全然違う、値段が、うん。じゃあなんかあれなんですか、ずっと持ちやすいとかそういうことなんですか。あ、持ちが全然違う。あ、そうそう、なるほどね。なるほど。もう金の話でばっか。すぐお金の話。俺今の金の話とかしちゃうよ。普通の塗料の何倍ぐらい持つんですか。大体。だいぶ倍は持つんだ。倍は持つんですね。倍は持つんですけど、まあ。だけどその本当のツヤ感は倍ぐらい持つとるね。ツヤ感は全然違う。塗料がさ、うん、そのどんだけ持つって次の塗り替えシーズンで言うじゃん。だけどもう家って塗り替える時ボロボロじゃん。あ、ってことはもう持ってないみたいなもんじゃん。あ、なるほどなるほど。で、本当のシリコンとかでも本当のツヤが引き始めるのってもう5、6年で引き始めるもんな。あ、もう5、6年でもうないです、ほとんどないです。だんだん劣化が始まってる状態だけど、フッ素だとまだ全然ツヤツヤついたねみたいな感じになってる。あの水洗いとかだってしや、全然違う。だいぶ変わるんですよね、シリコン。そうそう。でお客さんにとってはあれじゃん、例えば100万の工事がフッ素にしても110万とかってさ、金の話ばっかりごめんね。金基準で考えとるもんね、仕事。で100から110って1割アップじゃん。だけど本当はだって足場の費用とか職人の人気とか、うんうん、まあ、もちろん営業の給料とかさ、で下塗り材とか全部入っとるわけじゃん、うんうん、だけど材料で言ったら4倍5倍なわけよ。あ、まあ、4倍はいかいつか3、4倍なわけよ。でそうなるとだってもう何、もう銀が金みたいなもんじゃない、うん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 、銀から金で、まあ、何倍かおるしなんだけど、うんうん、でそれぐらいレベルが高い。あ、じゃあもう相当高いから。そうだけど1割しか値段が上がらないから、うんうんうん、そんな変わらないじゃないって思うけど、うん、材料で言ったらもう3倍とかのものを使うから、まあ、でもその分しっかり持つから。そう、まあ、俺はおすすめしてない派なんだけどね、うんうん、ちなみにフッ素おすすめしてない派。あ、まあ、金に余裕があるなって感じ。まあ、これ立て取りは最後ですから、もちろん立て取りだけ最後。そういうことだよね。でここまで塗ってるじゃん、うん、これだから上から攻めてくるんだ、屋根に塗ってるから、取ると飛ぶじゃん。はい。でこれ立て取りだけまだ塗ってないでしょ。あ、いや、で横取りは塗ってないじゃん。横取りってどれですか。こちらの横ね。これはあと、これは全部塗ってないでしょ。はい。でここから塗れてないでしょ。うんうん。っていうのはここ塗って落ちてくるもんで、ははは、ここから色が変わってるでしょ。うんうん。
ツヤが出てないでしょ。あ、本当だ。ここから塗ってないんだよ。ここからね、触ると。なるほど。ここからね。はいはい。ここまで塗れてる。で、これは壁から塗る。で、結構塗装もね、肌も使えるな。確かに。そう、一回失敗したらもう現場なんか赤字なんだ。やっぱり失敗したら。一応見たらもう赤字。それぐらい厳しい、ね。でも外から当たり前みたいに見とるけど、でお客さんも自分で塗ったら、で、1ヶ月待ったら塗れるわ。1ヶ月だったら塗れるぜって。で、1ヶ月俺らかかっとったら、もう完全に会社潰れるんだよ。じゃあ本当に。もう潰れましたね、1ヶ月かかって。そうそう。だから10、塗装だけで10、これで15から20人ぐらいで塗らなかもな。15から20っていうのは、もちろん、その、何、塗装だけじゃないよ。足場ベースだし、シーリングベースだよな。でも、屋根あるで20ちょっと得ないかもしれないな。まあ、コメントがね、たまにそういうこと書いてももっと俺だったら早くできるよとか、うん、そういうのになるからじゃあマジでじゃあそれはそのお前雑にやってんだろって言ってスピードがね綺麗に塗るとかにかかるやっぱスピードが、うん、そうそうそう。でよく折るんだもう足場十何番だで、ね、足場かけずに塗ってっていう人折るんだな。水漏れ行くと結構折るんだろ、うん、足場かけずに塗れるでしょ。いや塗れるけど2ヶ月かかるでね、うん、その代わり倍もらうよって、うん、塗装職人の手間が倍か3倍4倍かかるな。足場なかなかったら、まあ、1回や2回じゃねえんだもんね。さなるほど。この床に乗るのに最低3回ぐらいでしょ。下塗り上塗り中塗りって、でそれプラス養生洗浄って5回も6回も同じところに歩かなかったから、何回も何回もそのキャンプ持ってて、そんなんやってないですよ、ね、でまたトイもある向き点もあるってな、そうするともう10回20回って同じ足場の上を、まあ、歩くんだから、それ組んだ方が安いっつう、まあ、それ組んだ方が安いっつそれ組んだ方が安い。これもさりげなくこれ見て、これ軒天のところ色違うじゃない。あ、本当だ。でしょ。でこれもセンスだよね。ここきれいきれいに塗り分けとるじゃん。はい。これでも目立たんもんね。まあ、塗りつぶしてもいいんだよ。そうかそうかそうか。こっち壁じゃねえもんな。壁じゃないもんね。ちょっと見つけたの上手だわ。本当だ。でこれ黒で塗らずに別にここは軒天で合わせておこうか。うん、これもセンスだよね。職人の。でこっち壁で走ってったのか。そうなるほど。さすが。これだけ白だと変だな。大変なんだよこれ結構。本当ですね。これも全部本当さ色分けとるよ。こっち側反対、うん。まあ向こうで見ると分かるから。黒と白、うん、分かるけど。はいはいはい。こっちね。そう。着ていくさ。はいはい。でそれもさりげなく塗ってるけど、もう大変でしょ。絵描くの塗り分け。塗り分けは大変です。そういう塗り分けとかもあるわけですね。そうそう。これね。うん、そっちから映すと思うんだけど、一色だったらまあ早いですけど、楽なんですけど、なんでもそう、塗り分けがやっぱ大変なんだ。さりげなく2色で塗ってる。これベランダね、一面ボコッと塗り替えるぐらいしてるけど、まあ、で何にもないところに、ここにライン、ここで切ってくれちゃうすげえ大変だよね、まあ、これ職人さん見てるのも多いもんね、まあ、職人さんなんかまあ分かるって思うと思うんだけど、こういうところにライン入れてバーンとこっちから色変えてるかな。ああでよくあるのはこのコーナーだけ色変えてるとかあるんだよな。あーコーナーだけですか。あここかな、こういうところね、こっちとこっちで黒、うん、ここラインダーン黒入れてくれとか、真下まで、結構あるんだよな。1日2日伸びるよな。伸びる、下手した完全に伸びるよ伸びるよな、養生全部やり替えなかった。まあ大変だよ、1日2日伸びるってことはもうそんだけ費用上がるってことだからさ。でもそういう細かいこういう塗り分けとかがされてるから、やっぱりいい仕事になってくるわけですね。まあそうそうそう、本当にね、塗り分ける場所とかもね、こうやって上手にさりげなく養生してさ、ね、そこはやっぱりそのあれなんですか、シャッターの色があるからちょっとそういう色に変えた、こっちにしようかってね、シャッターの、うん、なるほど、ああそういうことなんだ。これはもうこちらの起点から走ろうか。でこれ材料も違うのよ、これツヤ飛んでるでしょ。じゃあこれケースだろ、ケースケースね。でこれまた色混ぜて作ったの、これ。いや、あ混ぜてないですね、あの発注から取ったら。あ、ほんと。じゃあ今日はあれ愛知県岡崎市床房、床房で、タコフさん、おしゃれなお家で、外壁塗装のついては話さずに、はい、まあ、寺岸とバータの会でした、はい、バータの会ですね。また見てね。明るい楽しい仕事大好き。こいつ結構仕込んどんな。お前結構全然仕込んどんぞ。え、どうやって仕込んどんって。なんでさ、家で考えとるの。いや、考えてない。今度動画撮られたら、こういうふうにしよう。今度撮られたらやべえなって。その前になんか考えてもらったんだなって。さすがだよ、お前。なんか考えてもらったんだ。そう。次もなんか考えてもらったんだ。ちょっと。今度に来るわ。面白いわ、お前。すごい。絵になるな。